サクセス。セットアップタッチ ID、 ここでタッチ ID をやるんですね。これここタッチ ID のところ、セットアップナウ、ポチッとな。セットアップフィンガープリント、ここでもう押していいの？もういいの？押して、もう押すよ。ポチ、あ、認識した。このあとこういう、普通こうやってやんないからね。普通こうやってこうでしょ、こんな感じでしょ。でこうやりますよと、ポチッとな。これでも何回もやんだ。サクセス。あ、クリエイトパスワード、パスコード、これ入れなきゃいけねえの、めんどくせえよね。どうしようか、今まで使ってないんだよね。今までパスワード使ってなかったんですよ、 iPhone。どうしようか、しょうがないから入れるか。入れた。 Welcome to iPhone Get started。 ポチッとな。あ、始まった。スポットライト has moved。 これ iOS7 のやつやな。アプリが全然転送されてねえ。もう一回やんなきゃいけないのかな。写真のカメラロールに入ってるやつはそのまんまですね。よし。ちなみにこれはこう壁紙が動くようになってますね。あったかい。この状態でこう押したらどうなのかな。あれ、復活した。関係ない指でして、これ登録してない指。これ反応しねえんだ。この時はスライドさせてパスワードを入れろ。なるほど。キャンセル。で、さっき登録した親指でピコッとやると、いきなり行くと。人差し指でやると、いかない。親指を、こっちでやってみようか。行った。これはどうだ。いた。じゃあこの横、親指の変なとこでやってみるか。ダメだ。こうは。いったね。先端でやってみるか、親指の先端。いかないに。ここだったら、こうだったら、いったね。この辺でやればいいみたいだな。だからこれを、左手でも右手でもやって、ついでに人差し指とかも登録し、4、5本登録してきゃ安心でしょ。っていう感じなんかな。だから、この状態で触るだけでいくんだね。この状態で触っても反応しないけど、ポチッと押すと反応すると。あ、ポチッと押すと、こう反応するのか。あれ？これで、
ポチは反応するんだね。ポチって押すときのポチの具合のそのあれだね、押したときのあれがちょっと慣れが必要かもしれないね。いきなりポチじゃいかないみたいなね。だからポチっとなぐらいでやればいいみたい。もう一回やります。ポチッとな。ダメだ。ポチッとなぐらいだね。はい、これでやるか。ポチッとな。いった。ポチ、あれポチでもいったね。触ってるといいのかな。こう触った状態で、触ってる状態でポチ行くね。触ってる状態だと。だからもう一回やるか。ポチこれダメ。触ってる状態でポチダメだ。触ってる状態でポチなら行く。いきなりポチ行く。あ、これちょっとこの微妙な差があるんだね。まあいいや、細かいことは。でもこれはいいっすよ。この指紋認証はいいっす。あれから結構時間経ってますけど、転送アプリの転送が終わりません。これだけやっぱ時間30分以上今アプリを転送してますけれど、あと30分はかかりそうですね。やっぱり昨日のうちに買わなくてよかったっすね。暇な時に買うに限るわ、こういうのは。もうそろそろいろんなデータの転送が終わりそうです。あ、もう終わりな。終わった。何時間かかったんだこれ。シンクに4時間、4時間もかかってないかな。3時間以上かかってるな。疲れたね、待ってるだけで。 iPhone5S セットアップがだいたい終わりました。転送に3、4時間かかって、データの転送に3、4時間かかって、初期設定みたいのに1時間ぐらいやってましたね、いろいろと。パスワードを入れたりするのがめんどくさかったですね。で、だいたい使えるようになりました。iPhone5 と同じケースに入ります。よし。疲れた。何もしてないけど、パスワード入れてただけだけど。ああ、このケース中身見てなかったっすね。ちょっと見ますか、これ。こう、なんだこれ。あ、これマニュアルだ。マニュアルと、あ、落ちちゃった。あとこれケーブルですね。ヘッドホン、イヤホンと、電源。これいつもの 240V まで対応ですよね。いつものね。こっちか。240V まで対応で、ライトニングケーブル。こんな感じになってます。よし、これ使わないから。うん、なんだこれ。あ、これこっちか。これこうやって、一応見とくか。ここを取るとカリフォルニアデザインって書いてありますね。だから何ですかと。なんてことはありませんよ。
カリフォルニアでデザインしましたよと。作ったのはどこですか？作ったのはどこですかって書いたんだこれ。中国ですよと書いてありますね。作ったのは中国ですよって書いてある。組み立てが中国。この辺みんなシールなんだな。シール、ステッカー。一応箱もう一回見とくか。原寸大の絵が載ってるのかな。はい、じゃあ終わります。